はい、どうぞ、こんにちは、ミコアプロダクション、ミコでございます。ということで、今日はね、どこ行くかと言いますと、今から僕は健康診断です。はい。自動車テントみたいなテンションかで、健康診断で、はい。年一受けなきゃいけない会社の健康診断ってやつですか？だるいですね。まあね、健康診断自分のためではあるんですけどね。まあ、ある程度大体項目っていうのはね、皆さん、一定の、やるやつがあると思うんですけど、健康診断で一番嫌なのはですね、採血ですね。採血さ、なんか痛いとかじゃなくて、シンプルにあんな血取る意味あるのさ、絶対あんなんいらんやんと思うんだけどな。もうちょい医療発展して、なんかその指先ちょんと穴開けてちょっとの血でいいみたいな、あんなめちゃくちゃさ、なんだろう、こんななんか試験管一本ぐらいさ、しょぼり取る必要ないと思うんだよね、私の貴重な純血を。あとさ、健康診断にあたってさ、昨日の夜9時から何も食べたり何も飲まないでくださいっていうね、説明の紙に書いてあったんですけど、いや飲みもダメと、食べるは全然わかるんだけど、飲みダメかなって。だって飲み禁止するって結構あれじゃない、普段飲んでるのになんでその健康診断の時だけ飲まないってことをするの。逆になんかそれで普段のことじゃなくから平均な値じゃないというか、ましてやこんな炎天下にさ、健康診断受けさせといてさ、水分取らせないってやばくないですか。朝起きたら口カピカピなんですけど、これがただ単に口呼吸なだけかもしれんけど、にしても暑いなぁ。バカ電気じゃないか。暑い、暑い、暑い。この健康診断があることによって、午前中会社が休みになってるので、その分ありがたいんです。健康診断終わったらどこか出かけだろうかな。ただまあ、パッパと、検診終わらせていきますわ。ということで、無事に採血が、採血じゃねえよ採血の印象しかないからって採血って言うな。無事健康診断が終わりました。イエーイ。あー、採血の印象しかない。あー、採血中ずっと目閉じてたわ。刺さってる感覚というか、見てるとね、うわ血取ってる取ってる、体から俺の充血がつって、やばい、採血よくない。もうピッとさ、もうなんかペペとかなんかでもペッて取れる感じの量で、今の科学っちゃできませんか、医学じゃ無理です。あんな血取られちゃって、言うてこんぐらいのちっちゃいやつ3本ぐらいだけど、まだ印象にあるのが、自分なんかプライベートな話なんだけど、ちょっと意識してダイエットというか、ちょっとそのボディメイクみたいなのしてたんだよね。そしたらまあ大体2ヶ月ぐらいで10キロぐらい落ちて、でまあ最近は別になんか意識しないけど、まあそれをまだ保ててる、筋トレの余力効果分かもしれんけど、一応不安だったんだけど、まあなんかリバウンドみたいなこともせず、体重が 68.7キロ、で身長が 177.2、 俺176だと思ってたら177だった。やった、1センチ上がったぜ。俺の身長はまだ伸び続けている、成長が止まってねえぜ。で BMI が 21.8 かな、 21.8 だったんで、標準が22なんで、なんと痩せ気味というか痩せ側に入ったっていうね。今まで俺も25とか25の隠れ肥満とこの適正の行ったり来たりして、なんかすごいしょうもない感じだったんだけど、そんな中ですよ、なんと標準を下回り21という、これで俺は数字的観点から見てもデブとは言わせねえよって感じで、標準になりました。標準体型です。人間ってすごいよな、こうやってちょっと刺されてさ、ギュッてやったらまたね、再生して傷口をキャッてなの、すごいね。ここ体制の神秘を感じるような、細胞分裂したのかもしれない。ということで無事、細胞分裂したね健康診断、もう頭に思ったことしか言葉に出ん、逆に言えば言おうと思ったことを言うと違うこと考えてる健康診断が無事終わりました。今からもちょっと家に帰ってきて、軽く着替えて会社に行きます。ということなんで、ミッカープロダクションでした。皆さんも健康診断あると思いますけど、1年に1回自分の健康を、ね、詰め直す機会だ。
だと思って、この夏に自慢できる体を目指します。ということで、さよなら、バイバイ。